宝物タンユミ類、エダホサウルスポホニアスと宝物、両生類プラティヒストリクスの生態復元創造図、プラティヒストリクスは、古生代石炭気候期から、ペルム期前期のパンゲア大陸北半球部の原、アメリカ大陸中南部相当地域に生息していた、絶滅両生類である。学名は、古代ギリシア語由来の英語プラティマイナスと、山嵐の学名ヒストリクスの合成語、 頭蓋骨化石道時代の単ユミ類であるディメトロドンやエダフォサウルスと同様に背に補助の突起を持っていた。突起は先端に向かうほど幅広くなっている。体温調節やディスプレイ、または防御に使われたのであろうと考えられている。本属の属するディスソロフスカは陸上生活に適応した体と、原生のムビメと共通性を持つ発達した聴覚。 そして頭部を保護する革骨板を備えていることで知られており、この、保はそれに由来するものである。全長約1メートル。短いが強靭な獅子と円錐状の葉を備え、陸上で小動物を捕食していたと考えられる。ありがとうございます。